guys! モンスタージョン DB! 始まりました、モンスタージョン DB! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガザラシということで、やっていきましょう。今回はまさかのカダクリがビッグマム海賊団を裏切ってしまうんじゃねえかという説についてお話をしていきたいなと思います。いやー、カダクリさん、まさかの裏切ってしまうんですかね。私はね、多分裏切ってしまうんじゃないかなと思います。てか全然関係ないんだけど、あのね、カダクリさんね、カダクリさん実はね、身長めちゃくちゃでかいんだよね。てかまあ、そりゃそうなんだけど、これを見るとね、なおさらわかるっていうね、はい、ビブルカードでございますね。こちら発売されたビブルカードでございますけども、これすごくいいんですよね。みんなのね、悪魔の実の能力だったりとか、血液型、身長とかいろんなものがわかるね、ビブルカードが新しく出たものなんですけども、いやーすごいよ、見て、カダクリさんどこにいるかわかりますか？これね、見ればわかるんだけど、ここ、はい、これでございます。もう、映ってないんだよね。で、ルフィこれね、はい、ルフィこれで2倍はあるよね。3倍はあるよね。3、4倍ぐらいルフィとね、身長差があるっていうね。なんか人間味があるのは、まあ、ロブルッチとかスモーカーとかそこら辺ですかね。エネルも結局こうやって見てみると2メートルぐらいありそうだもんね。すごいよね。いや、これはね、半端ないよ。ついにゲットしたビブルカードでございますけどもね、早くね、いろんな情報をここにぶち込みたいななんて思います。これはたまんないよ。自分だけのオリジナルの図鑑ができてしまうっていうね。まあもちろん私はね、これ全部集めますけどね、全部集めて最高の図鑑を完成させたろうかななんて思っておりますけどね、図鑑といえば悪魔の実図鑑。悪魔の実の図鑑って一体誰が作ったんでしょうね。それもすごい気になるんですよね。僕の中では一つ説はあるんだけど、さあどうなのか、一つ二つか。まあ二つ、なんか可能性があるんだよね。イム様なのかな、バンダーデッケンの流れなのかな、さあどうなんでしょうね。それはまた次回。そんなようなことも考えたりしておりますが、また今度ということでね、今回ではそれについてお話はしませんけどね。いやーどうなんでしょうね。はい、ということで今回はね、カタクリについてお話をしていきたいなと思いますが、なぜカタクリはビッグマム海賊団を裏切ってしまうのかというところでございますけども、私がね、それを一番最初に思ったのは、ルフィとカタクリが戦っていて、まあ最終的にルフィはね、勝ちます。で、最後の最後で、お前はいつかビッグマムを倒しに来るのかっていうことをね、ルフィに言っているんですよ。ビッグマムを倒しに来るのかっていう、そのビッグマムっていう風に呼んでいることがすごく違和感を僕は感じました。ビッグマム、普通であればママだよね。ママを倒しに来るのかっていうのであれば、まあわかるんだけど、いつかお前はビッグマムを倒しに来るのかっていう発言に僕はすごく違和感を覚えたんですよ。なぜ急に今までママだったのがビッグマムに変わったのか、言うのであればそれって恐れ多いことだよね。ビッグマムっていう風に言っちゃってるんだよ。それって僕の中ではなんとなく敵意を感じたんですよ。やはり息子だっていうのもあるんだけども、ビッグマムの呪縛にかかっている、抜け出せない、だからこそ今はああいう風にママの下についているんだけども、本心としてはビッグマムの元を離れたいと思ってるんじゃないかなんて僕は思ってるんですよね。ではなぜビッグマムの元を離れたいのかっていう話でございます。そもそもカタクリっていうのはね、今回発売された、こちらでございます。はい、90巻、ね、90巻でございますけども、さっき言ったのは89巻ね。89巻でそういう風にビッグマムって言っておりますが、90巻、こちら90巻、そう、ビブルカードと一緒に出てんね。この90巻でカタクリのね、意外な一面が描かれているんですよね。その意外な一面っていうのが、なんかね、優しそうな感じがするんだよね。うん、なんかね、その彼の子供時代の話だったりとかっていうのも描かれているんですけども、そもそもなぜ彼が口を隠しているのかっていうような話も描かれているんですよ。それっていうのが、そもそも彼は子供時代の時にはね、この口を笑われていたんですよ。口がでけえがああだこうだっていうのを笑われていたんだけども、彼はそんなものは関係ねえよと、俺を笑うやつは全員ぶっ飛ばしてやるみたいな、そんな感覚の兄ちゃんだったのよ。もう全然気にしないよみたいな。ペロス兄やんがお前口隠せば友達にできるのにみたいなね、ことを言ってたんだけども、そんなものは関係ねえっていうようなタイプだったんですよ。そして力は持っていた、持っていたんだけども、まあある日ね、町の少年たちをしばきましたと。そしたら仕返しに来た、自分へではなくて自分の妹に、それがブリュレなんですよ。ブリュレに対して仕返しをそのキッズたちがしに来たわけでございますよ。なんとブリュレ、思いっきり傷をつけられちゃったん
だよね、顔面に。だからこそ現在のブリュレのあの傷があるんですよ。それに対してめちゃくちゃブチギレだよね。片栗がふざけんじゃねえよみたいななって、なんで俺を襲いに来ねえんだっていう風にやっぱなっちゃったよね。でブチギレてそいつらをボコボコにしたとね。そして彼がそこで決めたんですよ。そういう風に隙があるからこそ敵は攻撃をしてくる。1ミリも隙を見せない、絶対的な恐怖を見せるんだっていうことで口を隠してるんですよ。だからこそそこからわかるようにね、片栗っていうのは家族思いなんですよ。妹のためにあそこまで怒れるタイプなんですよね。ってなると僕の中では一つ違和感が生まれるのが、実はビッグマム自分の息子であるモスカートの魂を抜いちゃってるんですよ。それってとんでもないことじゃないですか。家族ですよ。その家族を殺してるわけでございますよ。それに対して片栗が何も思わないのか、そんなことはないですよね。家族の誰がやられてもきっと片栗は怒ると思います。そしてそれを自分の親がやっている、ビッグマムがやっている、果たして許せるのかね。ああいう風に街を破壊してしまうとか、その街っていうのは自分の国だよね。その国にいる人々たちを殺してしまう、そして家族を殺してしまう、果たして片栗がそれを良しと思うのか。今の流れで考えるのであれば、まずそれはないですよね。それに対して間違いなく不信感を持ってるんじゃないかな、なんて僕は思うんですよね。だからこそのルフィに対してのあの発言なんだよね。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのかっていう発言、確かにそこに繋がるのも、そういった理由を考えれば、まあ全然あり得るなと。そしてきっとまあこの後ね、ビッグマム海賊団は和の国に来るんじゃないかなと思います。まあそれは前回ね、カイドウとの会話もあったように、まあ来るんじゃないかなと思います、ルフィたちを取りに。そしてそこでもしもだよ、まあルフィたちと当たってまたビッグマムブチギレました、仮にブリュレが何か失態を犯したことに対してビッグマムが怒って魂を抜いてしまった、殺してしまったっていう風になった場合、多分そこで片栗ブチギレると思います。他の兄弟との流れはわからないですけども、少なくともブリュレに対してはすごく気持ちが入っているというか、大切に思っている。それに対して何かされた場合はブチギレるんじゃないかなと思うんですよね。そこで初めてビッグマムに牙を向ける、そしてルフィたちを助けるんじゃないかみたいな、そんなような流れを僕は予想しております。言うのであれば、これっていうのはクロコダイルにも似たような感じはありますよね。結局クロコダイルがこっち側についた、それ同様にライバル的位置のねキャラクターが自分側につく。どっちかというとね、クロコダイルはまあライバルっていう話ではないじゃないですか。過去のボスがまあこっち側についたっていう話であって、完全なるライバルっていうような感覚で、多分片栗がまあこっち側についてくれる。言うのであれば、ドラゴンボールでいうベジータ的な感じで、まあ片栗がこっち側についてくれるんじゃないかなって思うんですよね。もちろん仲間に入るとは言いません。っていうか入ってほしいけどね。入ってくれたらすげえ面白いなと思うけど、まあさすがに仲間に入ることはないでしょう。言うのであれば、マルコ的な立ち位置になるんじゃないかなと思いますね。そうなったらすごく面白いよね。マルコ元白ひげ海賊団ね、一番隊隊長、そしてビッグマム海賊団で、ね、ビッグマムの次に強いこの片栗、この片栗が味方になってくれるっていうのはすごく面白いような展開なんじゃないかなって思うんですよね。私個人的にね、片栗結構好きなんですよ。クールなんですよ。そして今回の90巻で、あのなんかもう可愛い顔がね、そうなんです、片栗がねめちゃくちゃね可愛い顔したんですよ。照れてたんだよね、ブリュレとの会話で照れて、なんかこうポってなんかこうなってたんだよね。あれがまたたまらないんだよね。まあそんなこと言ったらなんかもう片栗にしばき倒されそうですけども、私はね結構片栗好きでございます。家族思いな片栗、そして今回の照れてる片栗、絶対ね90巻見た人はね、あーたまんねーってなるんじゃないかなと思います。ぜひともね、こちら90巻ぜひとも、もう本当にねこれチェックしてほしいなと思います。今週すごいよね、90巻が出て、このビブルカードが出て、そしてジャンプも出て、もう本当すごいなと思いましたよ。なんか気持ちとしてはね、毎週こんなことをやってほしいなと思いますね。もう毎週やってください。もう毎週単行本出してください、ビブルカード出してください、もう何でも出してください。もうそれぐらいの気持ちでございます。すごいよ、こんだけいろんなものが1週間でバッと出てきてるのに、全部が全部で最高のクオリティなんだよね。今回出たこのビブルカード90巻、そしてジャンプ全部チェックしてほしいなと思います。ビブルカードを買った人はなおさら、今回のジャンプにはね2枚ビブルカードがついてきます。挟み込めるやつなんだよね、ルフィとゾロ、しかも和の国
ミ仕様でのルフィとゾロがついてきますね。これはもうねゲットするしかないです。普段私はねジャンププラスで定期購読をしておりますが、さすがに今回買っちゃいましたよね。しかも買ったらねマックのねハンバーガー無料券がついてるんですよ。これもすごいことだよね。ハンバーガー無料券、これが何個あるんですかと。ジャンプがどれだけこの日本で発売されているのか、それ全部にマックの券がついてるんだよ。すごくない？さすが集英社様、さすがジャンプの力でございますね。なので私は近日でマックに行ってそのハンバーガーと、そして大好きなねポテトの L サイズをねもう 2,3 個ぐらい食べようかなと思います。普段ねマックに行ったらね大体ね何かこうバーガーを頼むというよりはポテトをね 2,3 個ぐらい頼むんですよ。まあなんかセットを頼むんだったらチーズバーガーとか、まああとはビッグマックのセットにするんですよ。そしてドリンクは L にしてファンタのブドウにするかな、うん、ブドウにするような流れ。そしてそこにポテトがついてくる、もう L サイズだよね。プラスでもう2つポテトを頼む。これが僕の基本セットだね。チーズバーガー、ビッグマック、L セットにポテトを2つ頼む。これが私流ですね。後半何の話かよくわかりませんでしたが、この辺で締めていきましょう。いや、もしもね、これでね、カタクリが裏切ってくれたら、そして、ルフィたち側についてくれたら、すごく面白いな、なんて僕は思っております。ということで、この辺で締めていきましょう。最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あと、私のツイッター、ぜひともフォローしてください。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれれば、僕もフォローしますからね。OK、ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは、また次回お会いしましょう。See you next time!